恋カジラジオボリューム8 8合ってたでしょ前回。合ってました。どうすげえなと思いました。ボリューム7は合ってたんだよ。調べてなかったでしょ。だって調べてないよ。調べてたいやすげえなと思って、うん、確かにちょっと間空いたからね、はい、ちゃんと7って分かってたら、うん、ボリューム8。今日はなんと初めての公開収録めっちゃ人います。ありがとうございます。もうねいっぱいいるから、はい、だからあれですよね、よくなんか渋谷とかかな、ガラスでこう、あはい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 、ラジオのね、うん、あの感じってことですよね。あの感じすごい人いますもんね。もう顔面にガラスにこうやってくっついてる、大丈夫か大丈夫かみたいな人いますけど、もう公開収録だから、はい、まあラジオ会ってね、ラジオ会って言ったもののね、はい、そんなんでええんかって思いながら、うん、しかも喋ることも全く決めてないっていう、もうノープラン。ノープランでね。前振り返っちゃったんだよ、1年。そうだ、1年振り返っちゃってるから、まあ、テーマなんか話していこうかなんていうのはあったけど、まあ、質問もね、いただきながら。どうせなら、うん、何か質問に対して答えるみたいな回にしたいと思ってるんで、うん、まあ、入念なね、打ち合わせで、質問は出てくるだろうっていう。ね、そうだよね。だってもうこれ、ほんとこのまま出すからね、俺。いや、ほんまに。なんだっけ、外でやる方を、動画はあのベレーザの西村選手に編集を全部お願いしているので、まあ、いつもいい感じにね、はい、面白くないのも面白くしてくれてるって、こんな面白くなるかなってでもこんな見られへんかって思ってるんですけど、うん、だけどこのラジオに関しては俺がいつもやってるんで、普通にこれを撮ったやつをあのパソコンに飛ばし、はい、まあ、エアドロップ飛ばして、はい、で iMovie に貼って、で画像もさ、あ、同じような同じやつをボリュームのとこだけ、ボリュームのとこだけ変えて作って貼るだけっていう感じなんで、はい、編集はもう本当にしてないんで、それをひたすら流し聞きしてもらおうっていう、そう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 、だから皆さんの今日、はい、質問が頼りだよね。いや本当になかったらもう終わりますってなっちゃうんで15分ぐらい持つのかっていう。いやそうですよ、大体15分から20分ぐらい喋ってるんで、うん、皆さん本当に声が入らないようにめちゃくちゃ静かに聞いてくれて、ね、はい、聞いてくれてるんですけ ど, すけど、なんかじゃあ質問早速いただいた方がいいんじゃない、はい、俺らがその声もだってあれ公開収録なんだ、入るんで入ってもらわないとさ、はい、コラボコラボ、はい、サポーターの皆さんとコラボ会、はい、やっぱ1人目ドキドキしちゃうよね。いやでも本当にこの質問ありますかって聞いて、沈黙の時間が長いとあれ事故みたいなな、あれみたいな、なんかありますかね、ありますか、ぜひ。 はい、ありがとうございます、はい、じゃあ選手の中で、選手たちの間で、はい、一番じゃなくてもいいんですけど、人気のある個人ちゃんとってなんかあるんですか。なんですかね。でも、そのまだ数を多く聞けてないんですよね。だから若い子のとかが分かんなかったですね。いや、そうなんですよね。で、なんかどうしても、まあ、アップ中に歌ってくれる中で、うん、自分のタイミングとかはやっぱこうみんな手振るようにしたりとか、なんていうんですかね、お辞儀したりするんで聞くって感じあるんですけど、やっぱこうアップにバーって集中しだしたらなかなか聞けないんで、なんでそうっすね。音上げようと思ったらスクショしちゃった。そうっすね。でもやっぱ自分のが好きなんじゃないですか、みんなってなる気がしますけどね。自分のがやっぱいいなっていうのは。まあでもあのチームのヴェルディの応援の中では多分好きなの分かれる。ああそうですね。普通チームちゃんとね、そうそう、チームちゃんとの方だと分かれるかもしれないですけど、俺は結構あのキックオフする時のダン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 っていうのは結構好きで、こう始まるなっていう気持ちとこう高ぶる気持ちがあるので、俺はあれが好きですね。僕あの前も言いました、歌エピで緑の俺たちはっていうのがやっぱもう好きなんで。でもあれ最近あれそんなに歌われてないですかね。あれ歌ってます、うん、結構歌ってます。聞いてないのか。いや結構あれ結構歌ってるんですよ、はい、なんでそこ分かれそうだね。そうっすね、確かにあるかもしれないな。そんな感じですね。いやでもチームちゃんとやっぱいいっすね。ヴェルディのちゃんとやっぱすごいっす、うん、いいですね。まとまりがあってリズミカルで、うん、そんな質問、はい、聞いてみる。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてありますかね。あ、ありがとうございます。それぞれの場合、はい、シーズン通してこれだけの力
めてることとか、はい、決めてることとか、ああ決めてることなんだろうな。俺はなんかあんまり決めないというか、ルーティーンとかもあんまないんですよ。であるとそれを結構気にしちゃうというか、それできなかった時に嫌だったりとか、それができなかったせいでとかにしちゃうんで、俺は決めないんですよね、あんまり。なのでその時に感じたことを結構大事にするというか、まあうまくいかない時に新しいことをなんかチャレンジしてみて、まあ、それをがまあどっちに転ぶか分かんないですけど、とりあえずやってみる。でなんか違うなと思ったら、まあ、やめて他のことするでもいいと思うんですけど、なんかそういう、俺はどっちかというとそういうタイプですかね。家事は逆かもしれない。絶対 やることですもん、うん、2日前にお風呂絶対行くっていうのと、うん、あれですかね、ホームでもアウェーでも関係なく前日湯船にもう38度とか39度ぐらいのお湯に30分浸かる。30分、そんなことしてたの。だからもう汗かかないんでずっと携帯見ながら、なんか YouTube とかそれこそ動画見ながらなんて、すぐ時間は過ぎるんですけど、アウェーでもそうです、ね、だからあの、ね、アウェーはだからあのユニットバスがやっぱ多いんで大変ですよね。こう結構その熱い温度で入ってないんで寒いっていう、その流し出してからその浴びるまで結構時間が流れていくので。確かに。なんでそうですかね、まあお風呂が多いかな、ほんまに絶対っていうのであれば。でも朝のなんかそのさ歩行みたいなのは絶対、トレーニングはそうっすね、やってるじゃん、はい、あれももう決められる、ほぼほぼ同じメニューですかね。朝ごはんも同じじゃなかったっけ。朝ごはんめちゃくちゃありましたねあったよね、めちゃくちゃある。朝ごはんももうほんと一緒っすね、うん、と今やとサバ缶の味噌汁と豆腐 プチトマトミニトマトとモズクとバナナとサジーっていうなんか鉄分の、でまああの結構お腹壊すんですけど、サジーってでももうお腹壊しても体のためやと思いながら、だいたいお腹くらばせお腹壊します。でそれをだからもう一年中ずっとやってますね。逆に今がやばいです、もうそのマジで何もやらなくなるんで、もうご飯食べるのもめんどくさいっていうぐらい振り切れるんで、シーズン中はもう徹底してますけど、うん、試合が終わったってなった瞬間からマジで何もしなくなります。ご飯も食べないし、もう朝も何も食べないし、まあ、でももうそんな感じですね。でも3週間ぐらい動かないでしょ。全く動かないです。走ろうとも思わないんで、うん、その分まあシーズン中にやりきってるっていう、そんな感じですね。ことかタイプがやっぱちょっと違いますよ ね確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、いいっすね、いい感じ結構いけるね、いい感じよ。今8分ぐらい喋ってますからね。ああ8分喋ってる。あとあれ BGM 拾ってるかなこれ。いやほんま怪しいかもBGM 拾ってんのかなと思ってる、うん、ちょっと近づけてなんか他にある方、はい、あ、はい、はい、どうぞ。家事以外にチームのために怒れる人、怒る人はあんまり見てないから。そうね、でもどうだろう、まあ、鼓舞してるよねボニーとかも、ね、あ、そうですね、ボニーは常にいい声かけてるって感じです、ね、だから ボニーなんかさ、おもろいよね、なんか誰かがめっちゃ、誰だっけ、雄平がなんかめっちゃキレてた時にみたいな話しなかったっけ、なんかだからに、え、お、去年ですよね、だから去年かな。なんかね、その雄平って多分みんな分かると思いますけど、ボニーとかタイガとかめっちゃ可愛がってて、うん、ご飯行くんですよ、今も、うん、あのそうなんですけど、でも試合になったらビビるぐらいキレるんですよ、そこにもうハァーみたいな。でボニーが一回そのちょっとなんか多分違うって思ったかちょっと言い返しちゃったら、雄平またくるってまた向いて、あっみたいなで終わった後、雄平さんに言ってないよ嘘つけみたいなあれはお前言い返してたやろみたいな。そうですね、ボニーは面白いですね。だから僕がめっちゃ最後の新潟の時もあのハーフタイム結構ちょっとまたバーって言ったんですけど、ボニーはもう勝ち気持ちよくやらせよみたいな感じだったんで結構ポジティブな声を言おう。そうだね、ボニーは本当ポジティブな、はい、まあ、本人 の, そのあれです、ね、プレースタイルっていうかその練習取り込む姿勢もそうですけど、まあ、まあ、長もう本当うまくはなかったんで来た時とか、うん、なんすけど、で結構言われてましたし、それこそけど変えないというか取り組み続けるみたいな、うん、
姿勢が本当にすごいなって見てて思ってたんで、ね、なんでもうそう自分に対してもポジティブにこうやり続けますし、味方に対してもポジティブに言ってくれる、うん、成長したよ多分この1年で ねめちゃくちゃ、はい、面白いですからね、ボニーは本当に。ボニーはね面白い、結構僕には怒られてるんででもちょっとキレてたと思う、はい、一回睨まれめっちゃキレた時一回睨まれたあ、これはほんまに僕もあやられるんか喧嘩したらボコボコにされんぞって、ね、戦ったら勝てないからね、はい、うん、なんでまあ、でもボニーかな、そういう意味では常にポジティブですね。うん、でもキレるっていうのはあんまいないですよね、うん、感情に出す選手はあんまいない、リュウジとかかな、あそう、ね、まあ、ケイトとかもそうだけど、あそうですね、リュウジもたまにこうあまりに不甲斐なかったりしたら、それはなんかダメだぞこんなのみたいな感じで言ってくれてますけど、もうどっちかと言って、うん、フォローする人の方が多いかもしれないですね、うん、ね、結構来てる。いや、めちゃくちゃええ感じ。めちゃくちゃいい感じ。勝手に言うてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1個ぐらいあったらめちゃくちゃありがたいんですけどね。あ、ありがとうございます。ユビンのプレゼントで動画を送るのパスユーっていうやって、友達が梶川選手の大ファンなんで、はい、お願いして送ったんですけど、あのお二人、なんか人気ありそうなんですけど、何件ぐらい？いや全然来てないですね。1、2件？いや恥ずかしい。言いたくない。他の選手もどうなんだろう、ね。いや分かんないですね。あんまり分かんないんですけど僕らも。でもそんなになかったじゃないですかね。うん、もあれもね、なんかそのただこっちが一方的にメッセージを送るというよりは、その方が、まあ、どういう背景でそのメッセージが欲しいのかっていうのを事前にくださるので、はい、それに対してメッセージを送るっていうので。いいよね、できたらね。そうですね、うん、ただ何件なのかはちょっと分かんないですし、あんまり何件でしたって恥ずかしい、恥ずかしい、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいね。いや、そうですね、こんな感じでいいのかな。こんな感じで、まあ、いつもね、ゆるく撮ってはいるんですけど、だいぶゆるく撮って、まあ、聞いてもらってる方は分かると思いますけどね、ゆるいなっていうのはだいぶゆるくは撮って、うん、こんな感じでいつも、うん、次回がある。次回、うん、何の次回？次回もね、また公開収録あるかもしれないじゃん。来てくれるかなっていうところですよね、うん、もうラジオやめようか。そうっすね。皆さんが反応しづらくなってるね。そうだよね、うん、ボリューム8、はい、この辺で終わりでしょうか。初めての公開収録、公開収録参加型、うん、参加型ね、はい、さっきの特集とそんな変わんないかもしれないけど、そうっすね、うん、ありがとうございました。今回これで終わりにします。ありがとうございます。